マワシは沖縄県那覇市中央部にある地区。かつては独立した市である、マワシ市として存在したが、1957年に那覇市と合併した。マワシという名は現在では小学校、中学校、高等学校の名称のみに残る。また、何マワシとつく町は、この地区に存在しない。がある。那覇市の首里地区異性で、北西部は地アス、シアマヒサ。天久 メカル、現在のおもろ町、アサを西限都市、南西部の境界は国道3 3十号線とほぼ一致する。南端は国場側が流れ、北端は浦添市に接する。行政では一般的に回し所管内と呼ばれている。那覇市内は土地区画整備に伴い住居表示へ逐次移行している。このため同一地名でも住居表示と、 地盤表示が混在している地域がある。星印は住居表示実施地区、五十音順、沖縄県の私立高等学校2校が立地。マわし地区はわずか約9平方キロメートルの区域面積に那覇市の中学校数の約半数を占め、また中学校同士が割と近くに位置しているところが多い。これは戦後、この地区に多くに人が移住してきたこともあり。 1950から60年代に各学校の生徒数増加で中学校を新設してきたからである。この地域も小学校同士が300メートルも離れていないところもある。これは1950から60年代にかけての児童数増加によっていくつかの小学校が分離したためである。ありがとうございます。